ジョナサングッドはアメリカ合衆国のプロレスラー。オハイオ州シンシナティ出身。WWE 入団以前はジョン・モクスリーのリングネームで CZW やドラゴンゲート USA といったアメリカのインディー団体で活動していた。2011年から2019年4月までディーン・アンブローズのリングネームで WWE に所属していたことで知られる。 2019年5月からは、リングネームを再び、ジョン・モクスリーに戻し、絵に所属。2004年、ファニーで、プロレスラーとしてのキャリアを開始。トレーナーには、コーディ・ホークとレッサッチャーの二人体制で鍛え上げられた。2005年に、ジミー・ターナーと、ネセサリー・ラフネスなる、タッグチームを結成し、ファ・タッグチーム王座を獲得。以後パートナーを変えながらもタッグチームの、第一線を維持。 2006年にはシングルとしても出場するようになり、5月にはファヘビー級王座を獲得。団体内でタッグとシングル、ともにメインで働ける貴重な存在へと成長。しばらくはファ一筋で活動していたが、他団体からのオファーの声が多くかかるようになったことから、 CZW とドラゴンゲート USA をはじめとした多くの団体に参戦。CZW ではレスラー人生で体験したことがなかったデスマッチに意欲的に参加するも過激なレスラーたちが多いということもあって徹底的に叩きのめされるという苦りを多く味わわされた。純粋なプロレスルールでは中心として活躍。CZW 世界ヘビー級王座を獲得した。 FCW NXT 2011年 WWE と契約を交わし入団。参加団体の FCW にてディーン・アンブローズのリングネームで活動を開始。デビューから短期間で FCWTV に登場し、セスロリンズとの構想を展開。10月21日、FCW ハウスショーにて CM パンクと対戦。 パンクのフィニッシャーである GTS を何度も避けて、反則によるダーティーファイトで追い込むが、最後にスパナを持って攻撃しようとしたところへ、近的攻撃から GTS へとつなげられ敗戦。11月6日、ウィリアム・リーガルと対戦するチャンスが訪れ前線するが、最後にミートレンブラーをくらい敗戦した。パンクやリーガルとの対戦から上層部に期待され、 WWE のロードに参加。ダークマッチに出場するが、なかなか昇格の機会は訪れず、また、FCW と統合された NXT での出番がないまま過ごした。WWE2012 年2012年11月18日、WWE の PPV であるサバイバーシリーズ2012のメインイベントで、CM パンク、ライバック、ジョンシナによる、 トリプルスレッドマッチにて、セスロリンズ、ロマン・レインズと共に乱入。場外へ逃れた、ライバックを捉え、3人で抱え上げて、実況席へとパワーボムを見舞った。同月19日、RAW にも3人で姿を現し、ライバックを強襲。WWE の不義を正す正義の盾という、コンセプトのトリオユニット、ザ・シールドを名乗り、多くのスーパースターを襲撃。 それは、CM パンクを助けようとする、ポールヘイマンの策略であったことが判明した。2013年2013年5月19日、エクストリームルールズ2013にて、WWEUS 王座を保持する、コフィキングストンに挑戦。リング街から、トラブルインパラダイスを暗い場外へ追い出されるなど、苦戦するが、最後にもう一度繰り出してきた。 トラブルインパラダイスを避けると、スナップ目やドライバーを決めて勝利。ベルトをダッシュした。WWEUSO t ダッシュ後、ザミズやダニエル・ブライアン、ロブ・バンダムを相手にベルトを防衛。また、オーソリティの手先として、ブライアンやウーソズなどと構想を繰り広げた。2014年、シールド時代2014年2014年、不調が続き、 仲間と衝突する場面が多くなる。シールド内での関係の修復を経て、オーソリティに逆らい、ベビーターンする。エボリューションと構想を展開。5月5日、RAW にて、バトルロイヤルによる、WWEUS 王座戦が組まれ、シェーマスに王座を奪われた。以降、エボリューションとの構想では優勢だったが、6月2日の RAW にて、 ロリンズより裏切られる。ロリンズに裏切られて、以降、激しい抗争を展開。この頃から、インディ時代の服装である、ランニングウェアと、ジーパンに変え、強剣と言われる、ストリートファイターに転身。同月29日、マネーインザバンク2014の、マネーインザバンク、ラダーマッチへ出場するが、ケインの妨害を受けて、勝利を逃す。 7月20日、バトルグラウンド2014にてロリンズと再戦を行うが、場外乱闘により、没収試合となり、8月17日のサマースラム2014にて、ランバージャックマッチで決着戦を行うが乱戦となり、敗戦。これに納得いかずに、同月18日の RAW にて、ハードコアマッチを行い敗戦。試合後にブロックに叩きつけられ負傷欠場となった。 9月21日、ナイト・オブ・チャンピオンズ2014にて復帰。オーソリティとロリンズとの交想を継続し、ジョン・シナと共闘する動きを見せたもののいさかいが絶えず、オーソリティの策略により、ヘルイン・エーセル2014でのロリンズとの試合をかけて、シナと争うことを強要される。10月13日、シナとコントラクトがポールマッチにて勝利してロリンズと、 戦える権利を手に入れ、同月26日のヘルイン、エーセル2014にて、ヘルインがセルマッチを行うが、ブレー・ワイアットの奇襲を受け敗戦した。11月23日、サバイバーシリーズ2014では、ワイアットと対戦するが不本意な反則勝ち。12月14日、DLC2015 では手にしていたケーブルが、漏電したところで隙を作ったところへ、 最後に、シスター・アビゲールを暗い敗戦した。2015年2015年1月5日、RAW にて、ワイアットとアンビュランスマッチで対戦。リング内外を土外しした攻防となり、救急車に向かって、互いに打ち付け合う展開へと発展。中盤には、ワイアットを机へと置いて、救急車の上へ登ると、ダイビングエルボードロップを投下。ダメージを受けた。 バイアットを捕まえて、救急車のドアを開けようとするが、カウンターのシスター・アビゲールを喰らい、さらに止めと言わんばかりに、コンクリートの床へ、シスター・アビゲールで打ち付けられ万事休し、救急車へ入れられ敗戦。構想に決着がついた。同月25日、ロイヤルランドル2015にて26番目に登場。最終4人まで残ったが敗退した。二月、 WWEIC 王座に狙いを定めて、バッドニュースバレットと抗争を開始。2月22日、ファステレイン2015で王座戦に挑むが、レフェリーの静止を無視して攻撃をしたため反則負けとなった。3月29日、レッスルマニア31にて、WWEIC 王座争奪 7A、ラダーマッチに出場。序盤から中盤にかけて奮闘し、 ブライアンとドルフ・ジグラーが、ラダー上にて争っているところをラダーを倒して落とし、チャンスが訪れるが、ルーク・ハーパーにより捕まり場外にかけられたラダーに、パワーボムの形で落とされると失速。ベルトをダッシュするに至らなかった。この一件により、ハーパーとは構想へと展開。4月26日、エクストリームルールズ2015にて、 シカゴストリートファイトで市内で叩き合いを展開し、中盤にはバックステージから、両者ともに車に乗り込み姿を消し、ニューデーがインタビューを受けているところへ姿を現すと、リングへ戻って、スティールチェアの投げ合いとなり、終盤に、チェアの山に渦漏れさせられるがハーパーが、ポスト上に登ったところへ急いで脱出すると、投げ落として最後にダーティーディーズを決めて勝利した。6月には、 レインズと共闘して、再び、オーソリティと構想を展開。6月14日、マネーインザバンク2015にて、WWE 世界ヘビー級王座を保持する、ロリンズにラダーマッチで挑戦。試合が開始されてからすぐに、場外での攻防となり、終盤には、実況席へ、ダーティディーズを決めるがリングに戻るとペディグリーを喰らい、両者ともに疲労困憊となった状態で、 ラダーに登るとロリンズにベルトを奪われ敗戦した。11月9日より空位となった WWE 世界ヘビー級王座をめぐるトーナメントに出場。1回戦でタイラー・ブリーズ、2回戦でジグラーを破る。同月22日サバイバーシリーズ2015にて準決勝でケビン・オーエンズと対戦。激しい打撃戦を展開し終盤に オーエンズのスーパーキックを暗いひるんだところへロープへと、振られるがフランケンシュタイナーで切り返すと、ダーティーディーズを決めて勝利。同日、決勝で、レインズと対戦。互いに視力を尽くし終盤には、ポスト際でのエルボーとラリアットの打ち合いになるが最後に、助走をつけて、攻撃を仕掛けようとしたところへ、カウンターのスピアーを暗い敗戦。優勝したレインズを祝福した。 12月13日、TLC2015 にて、WWEIC 王座を保持する、ケビン・ウォーエンスに挑戦。終盤にポップアップパワーボムを決められようとしたところを、切り返して丸め込んで、カウント3を奪い勝利。ベルトをダッシュした。2016年2016年4月3日、レッスルマニア32にてブロックレスナーとノーホールズ、バードマッチで対戦。 真っ向勝負を仕掛けてくるレスナーに対してしない、消火器、スティールチェアを用いて抵抗するが、最後に、有し鉄ステンバットで攻撃をしようとしたところ避けられ、ジャーマンスープレックスで投げ捨てられると、スティールチェア上に F5 を決められ敗戦した。6月19日、マネーインザバンク2016にて、WWE 世界ヘビー級王座挑戦権、争奪マネーインザバンク、 ラダーマッチに出場。最後に、ケビン・オーエンズとの奪い合いを制して、アタッシュケースを獲得。そして、メインイベントであるロマン・レインズ VS、セス・ロリンズの WWE、世界ヘビー級王座戦にて、ロリンズが勝利したところに、バックステージから登場し、即日で、キャッシュインを行い、ロリンズにダーティー・ディーズを決めて勝利。ベルトをダッシュした。 2017年2017年1月3日、スマックダウンライブにて、WWEIC 王座を保持するザ、ザミズに挑戦。水のマネージャーである、マリースの妨害により苦戦。終盤にマリースが、レフェリーより、退場宣告を受けるものの、この隙をついた水より、背後からベルトで泳打され倒れる。起こされると背後を取られるが切り返して、ダーティーディーズを決めて勝利。 ベルトをダッシュした。8月20日、サマーソラム2017にて、セス・ロリンズと組んで、WWE ロータッグチーム王座を保持するセザーロ、シェーマスに挑戦。終盤に自身が標的とされ、ロリンズは、場外で襲撃され、満身創痍になるが、合体技を食らおうとした際に、ロリンズが、コーナーポストに立っていたセザーロに、 フランケンシュタイナーを仕掛け助けられるとロリンズが続けて、セザーロとシェーマスにスーパーキックを浴びせ、最後に、シェーマスに、ロリンズのリップコード2位から、自身のダーティーディーズへとつなげて勝利。ベルトをダッシュして、トリプルクラウンとグランドスラムを達成した。10月9日、RAW にて、ザミズが行う特賞。 マイザトブにてレインズが水より挑発されているところに、ロリンズと共に登場。リングに上がり水、シェーマス、セザーロ、カーティスワクセルを襲撃。最後には水にトリプルパワーボムを決めて、ザ・シールドの復活をアピール。続いて、ブラウン・ストローマン VS マット、ハーディの試合で、ストローマンが勝利し、退場しようとしたところを襲撃すると、 実況席にトリプルパワーボムを決めた。12月18日、RAW にて試合中に右腕を負傷。試合後に、バックステージにて、シェーマス、セザーロ、サモア城に襲撃されるアングルが組まれる。同月25日、故障した右腕を手術することが発表され、長期欠場となる。2018年2018年8月13日、RAW にて、 WWEIC 王座を保持するドルフ・ジグラーとパートナーであるドリュー・マッキン・タイヤがリング上で RAWGM であるカート・アングルと WWEIC 王座の調印式を行う。セス・ロリンズが姿を現さなければ試合は無効になるところジグラーの署名後に登場。ロリンズとジグラーの絶戦となりロリンズより招かれて登場。 髪型を単発にイメージチェンジ。リングに上がるとマッキンタイヤに、ロリンズのスーパーキックから、自身のダーティーディーズを見舞い復帰をアピールした。10月22日、RAW にテロリンズと組んで、WWE ロータッグチーム王座を保持するドルフ、ジグラードリルマッキンタイヤに挑戦。終盤にブラウンストローマンの乱入により、マッキンタイヤが、リングから除外され、最後に、 ロリンズが、ジグラーにスーパーキックから、カーブストンプへとつなげて勝利。ベルトをダッシュするが、試合後に、ロリンズを襲撃をすると場外で、ダーティーディーズを見舞い、客席へと姿を消した。12月16日、TLC2018 にて、WWEIC 王座を保持するセスロリンズに、挑戦。終盤に、場外フェンスへ、 ターンバックルパワーボムを暗いグロッキー状態になると、リング内に連れ戻されカーブストンプを決められようとした、ところを、カウンターのダーティーディーズを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2019年2019年1月、WWE との契約更新をしないことが、発表された。2019年5月25日、新団体への旗揚げ大会、ダブルオアナッシングのメインカードである。 クリス・ジェリーコ対ケニー・オメガの試合終了後に、ジョン・モクスリーを名乗り乱入。ジェリコと静止に入ったレフェリーにダーティ・ディーズを決めた。試合後に、エは、モクスリーと複数年契約を結んだと発表。同月27日、自身のツイッターに動画を投稿。6月5日、新日本プロレス両国国技館大会に参戦し、IWGPUS ヘビー級王者の ジュース・ロビンソンに挑戦。試合は、序盤から、椅子やテーブルを使った、激しい攻めを見せ、最後は高角度のデスライダーを決めて勝利。新日本プロレス初参戦にして、IWGP の王座大会を果たした。6月9日、新日本プロレス大阪城、ホール大会、ドミニオンにて、運の翔太と対戦し、勝利。試合後に、自ら、 G1 クライマックスの参戦を申し出た。IWGPUS ヘビー級王者として臨んだ G1 クライマックス29では、大地、ジェフコブ、石井智弘、高木慎吾、内藤哲也を破って、開幕後連勝を飾るも、矢野通に、セコンドの運の翔太、諸友場外で、テーピングで二人三脚状態にされて、リングアウト負け。さらに、ここから後藤博士樹、 ジェイ・ホワイトにピンフォール負けを喫して連敗。最終戦で、ジュース・ロビンソンに敗北して、決勝進出はならなかった。10月14日の両国国技館大会で、ジュース・ロビンソンとの IWGP、US ヘビー級選手権試合が組まれたが、台風19号の影響による、フライトトラブルでやむなく試合を欠場。IWGPUS ヘビー級王座を、 献上することとなった。その後は新日本プロレスのリングに姿を見せることはなかったが、12月8日、広島グリーンアリーナ大会の第5試合終了後、両国国技館大会でのジュース・ロビンソンとの王座、決定戦を制し IWGP、US ヘビー級新王者となっていたランス・アーチャーを、彼のタッグパートナーである鈴木みのるごと襲撃。 翌年1月4日の東京ドーム大会での IWGPUS ヘビー級王座挑戦をアピールした。2020年1月4日の東京ドーム大会において、ランス・アーチャーとのテキサスデスマッチルールでの IWGPUS ヘビー級選手権試合を制し、2度目の退官。翌1月5日の東京ドーム大会では、同王座をかけ、ジュース・ロビンソンを帰り討ちにし、 初防衛に成功。その後勝利に浸っているところに、鈴木実が、花道から乱入。リング上で、互いが激しくやり合ったが、最後は、実のるのご知識式、パイルドライバーにより、越された。2月9日、大阪城、ホール大会、ザニュービギニングイン大阪において、IWGPUS ヘビー級王座をかけて、鈴木みと対戦。壮絶な喧嘩マッチの末、 最後は、デスライダーを決めて、勝利、同王座2度目の防衛に成功した。2月29日、シカゴで行われたレボリューションにおいて、因縁のあるクリス・ジェリコが保持する S 世界王座に挑戦。終盤、ジェリコが、ジューダス・エフェクトをかけようとしたところを避けて、パラダイムシフトを決める。そこからさらに高角度式のパラダイムシフトを決めて、勝利、王座を体感した。 12月2日、S 世界王座をケニー・オメガにダッシュされる。2021年1月4日の東京ドーム大会において第3試合前、場内ビジョンに数々の男たちが IWGPUS ヘビー級王座、挑戦権利賞をかけて戦ってきた。誰もが簡単なことだと思ったことだろう。そしてチャンピオンが戻ってこないことを望んでいた。 だが、新日本プロレス、俺は恐ろしい男だ。ついに、お前たちの前に帰ってくるぞ。東京ドームの後に挑戦権利賞を持ってる奴は、覚悟しておけ。俺は、準備できてるぜというメッセージ VTR が流された。1月30日の新日本プロレスワールドで、配信された。 NJPW ストロング25のメインイベントの6人タッグ戦の試合後に会場が暗転するとリング上に姿が現れケンタをデスライダーでマットに叩きつけた2月27日の新日本プロレスワールドで配信されたニュービギニング USA2021 のメインイベントの IWGPUS ヘビー級王座をかけてケンタと対戦 壮絶な打撃戦の末、最後は、デスライダーを決めて、勝利、同王座3度目の防衛に成功した。ヘッドロックドライバーダイビングエルボードロップダーティー、ディーズ WWE 世界ヘビー級王座、WWE 王座、WWE 世界王座2016年、WWEIC 王座2013年、US 王者時代。ありがとうございます。